リアン書は、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカとバルバンサに属する。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は11,826人、人口密度は201.1人、平方キロメートル、面積は58.8平方キロメートル。住民故障は、ライアンゼロ、A。カスティーリャ語による表記はリアンジョ。 カリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.36%。リアン書はアコルーニャ県の南西部に位置し、コマルカダ・バルバンサに属する。北はローサーム・トロイスと、南はリアデア・アロウサに面し、東はトドロとカトイイラと、西はボイロの各自治体と接する。リアン書はウジャカワの右岸にあり、ウジャカワはカトイラとの境界をなしており、 リアデアロウサの北岸奥に位置しており、州都サンティアゴでコンポステーラとはおよそ 50km の距離にある。リアン書はパドロン司法官カツクに属す。リアン書という地名は、ラテン語のリベアス・アングアラスに由来している。また、リビス・アンプラスに由来するとの説もある。自治体市長は、ガリシア民族主義ブロックのアドルフォム・ムイーニョス・サンチェスが、自治体表議員は、ガリシア国民党。 6. ガリシア民族主義ブロック。6. ガリシア社会等。5となっている。リアン書の主要経済は、漁業で、イワシ漁と貝、またムール貝の養殖が盛んである。近年は観光業も伸びてきている。リアン書は6つの教区に分けられる。ありがとうございます。